主は、マハルミは、日本の女優。東京都世田谷区出身、在住。AX マネジメント所属。2016年頃までは、名字が漢字表記の主浜は美名義で活動。藤村女子中学校在学時に新体操部に所属。補欠から外された時に周囲とギクシャクしてしまい、別の学校に転校している。小さい頃は、暗い性格だったといい。 学生時代は家の中で漫画をずっと読んでいるインドア派だった。しかし、勝手に漫画の主人公になりきっていたことが役者を目指すきっかけにもなったという。親に勧められてジャパンアクションクラブの養成所に入所し、高校生時代から演劇を始める。JAC では千葉新一に気に入られ、新一の魔の字を使ったゆうまおという芸名をもらって活動。 1992年にテレビドラマ、徳川ブライで女優デビューするが、アクション系の事務所だったにもかかわらず、アクションがあまり得意ではなく、バック転もできなかったことから、その後はフェードアウトする形で、高校卒業後に JAC を退所している。JAC 退所後も芝居が好きだったことから自力でオーディションに応募し、19歳の頃、堤康之、 白井明演出の舞台を経験。1995年には、劇団東京感電地研究生を経て、1996年に同劇団に入団した。20周年記念公演、しとやかな獣にも出演したほか、舞台以外では、ナオミ・ギャンベルに変身する TBC の CM に出演してその CM が話題になったり、早くながらもテレビドラマ、 なりたりこんにレギュラー出演したりなど、舞台以外でも、活躍の兆しを見せ始めていた。しかし、当時付き合っていた男性と結婚を前提とした、付き合いを始めるために1998年に、劇団東京関電地を退団し、女優業を一度引退する。その男性派手は、魔の女優業をあまり快く思っておらず、結婚したいから、女優を辞めてくれと言われたことが引退の大きな、 理由であった。結婚するまで5年ほどかかり、その間に舞台の手伝いなどで女優復帰の意思が芽生え始め、結婚の際に女優復帰を懇願2002年頃より役者活動を再開した。再開後には E ピン企画に所属し、同社の企画するミステリーイベントへの出演や衝撃場を中心とした舞台出演が主な活動となる。2006年には、 同世代の女優と三人で演劇ユニットクラック演を立ち上げての活動も行っていた。その他、CM やテレビドラマといった映像作品にも出演。なお、結婚生活はあまり長く続かず、33歳の頃に離婚している。映像の仕事をするきっかけにと映画のワークショップを探していたところ、映画監督の山岸健太郎から上田真一郎を紹介され、 2017年、上田も関わることになっていた、演舞ゼミナールシネマプロジェクト第7弾の応募、決断。無事にオーディションを通過し、上田監督の映画、カメラを止めるな、に出演を果たす。同作は、翌年に劇場公開が始まると、当初はミニシアター2巻での公開だったところから累計300巻以上に拡大公開が行われ、 動員200万人を記録するというインディーズ映画としては異例の大ヒットを記録。シュハマによる主人公の妻、日暮春美役の開演も高く評価された。カメラを止めるな、の出演後は、それまでは仕事自体がほぼないに等しいような状況だったので、新しい人生が始まったみたいな感じです、と表現するほどでメインで出演する CM があったり、 通会 TV スカットジャパンで番組内再現ドラマに、準、レギュラークラスで出演したりなど活躍。2018年12月1日、女優業再開後より所属していた E ピン企画から ABEX マネジメントに移籍。2019年には、カメラを止めるな。での演技が評価され、第28回東京スポーツ映画大賞の女演女優賞にノミネートされた。 同賞の受賞はならなかったものの、彼女が出てるシーンが印象に残ってるからという審査委員長の B と、たけしの独断により、ノミネート外から新人賞に選出された。スケジュールの都合で受賞式への出席は叶わなかったものの、ビデオメッセージを寄せ、ドラマの仕事と受賞式がダブルブッキングするなんて想像せらしていなかったことが起きていると述べた。同年9月公開の映画、 家族合わせにて、単観公開の作品ではあるが映画作品初主演。同作は、俳優の藤田武彦、映画監督の長谷川智雄氏と結成した、自主映画制作ユニット、ルネシネマの一作で、企画立ち上げの段階から関わっている。以降も、ルネシネマによる、自主映画が制作されている。同年10月11日、神奈川県川崎市の中原警察署の1日署長に、 任命され、振り込め詐欺防止などの啓発活動を行った。2020年6月には、パーソナルジム、ライズアップでのプログラムにより、マイナス1 4 7キログラムのダイエットに成功。年齢を感じさせない体に仕上がり、6月30日発売の週刊ポストで45歳にして、初のグラビア撮影に挑戦し、同日にデジタル写真集もリリースした。 2021年3月、a v e スマネジメントが企画し、ワールドデザインテーブルが制作する YouTube チャンネル、シュハマルチャンネルを開設。2020年に英会話スクールに通い始めたシュは、マ、ま、ガハリウッドへの挑戦、アメリカの連続テレビドラマに出演する夢を叶えるべく、トーイック800点を目指して邁進する姿をレポートしていくチャンネルとなる。なお、 5月26日投稿をもって休止している。趣味はアメリカドラマ鑑賞好きな言葉は7転び8置き。2018年12月発売の書籍では、百貨店の惣菜屋やスナックでアルバイトをしながら、女優業を続けていると発言していた。2019年4月放送の有吉大反省会に出演した際には、エイベックスマネジメント所属後もスナックでのアルバイトを、 精力的に続けており、チーママの座に登り詰めてしまったと語っている。朱浜の性格について、劇作家の佐々木奈文からは、竹を割ったような性格と言われている。映画監督の上田新一郎からは、時々我を忘れるほど前のめりに頑張ってしまう時があると言われ、また、役者の立場でも、演出や制作にも、積極的に参加して、いい意味で面倒くさいところがあると称している。 映画で共演した朝森咲菜からは常に他の人のために動いていてくれて疲れた顔を見せないエネルギッシュな存在だと称されている。CM ディレクターの千塚勝一からは普段は口下手で引っ込み思案で、またかつてはここ一番に弱く大事な場面で緊張しやすかったと言われている。手話、魔、まあ、自身はすぐ物事をネガティブに考えてしまい、鬱っぽいところがあると語る。 離婚から一年ほどした時、突如、虚無感や孤独感に襲われ、仕事や友人からの誘いも、すべて断り、引きこもり状態だった期間が、半年ほどあったという。過去に出演した TBC の CM を担当した、山内健二から、舞台出演の依頼があり、事務所経由で一度は断りを入れたものの3内から、直接、主浜に連絡が入り、 主浜のために役を用意するから舞台に出てみないかと誘われたことが救いとなり引きこもり状態を出した。その後、派手は魔の意識にも変化があり、主体性のなかった性格から能動的に動くようになったという。このほか、人間としての転機として語る出来事として、2011年、福島県に住んでいる母方の親戚が東日本大震災に被災したことを挙げている。 それまでは自分一人で勝手に生きて勝手に死ねばいいやって思っていた主はまだったが大切な親戚らが大変な状況下でそんな自堕落な考えだったことから何かしようにも貯金がなく何もできなかった後悔に見舞われ自身がダメ人間だったことを自覚した大事なものを守るためには自分が自立してないとダメなんだなと気づき当時患ずらっていた 軽い睡眠障害も克服して真剣にアルバイトに取り組めるようになり、さらに俳優としてステップアップをという意欲にもつながったという、愛嬌のあるおばちゃんタイプの見た目で、シリアスからコメディまで多彩な役柄をリアルに演じられる演技力を持つ。映画、カメラを止めるな、はワークショップから始まった映画であるため演技経験の浅いキャストが多い中で、 映画の出演経験は浅いものの舞台や、CM などの出演経験が豊富だったシュワマは、役同様にチームの母的な存在だったという。他のキャストへのアドバイスのみならず、映画の宣伝も自らが先導することもあった。舞台で共演した福田 A からは、表情の変化が繊細であると称され、また、演出の指示に呼応して、すぐに対応できる姿も、福田から尊敬されている。 劇団東京乾電池所属時代は舞台以外での仕事もこなさせるという劇団の方針から映像作品にも出演していたが主は、ま自身はテレビでの仕事をあまり得意としていなかった若い頃の主はまはみんなで練習して作り上げていき毎日完成したものが変化していく舞台に楽しさを見出しておりそういったみんなで練習して作り上げるという感覚のない 映像作品は楽しいと感じられなかった。しかし、女優活動再開後は徐々に映像も楽しいと感じ始め、2016年になってからはそれまで出演の少なかった映画にも目覚め始めた。2017年の映画、カメラを止めるな、の出演をもって、ああ、映像ってこんなに楽しいんだ、って本格的に実感できたという。 2019年公開の主演映画、家族合わせでは前日の通り、企画立ち上げの段階から関わっており、初日舞台挨拶では、会場前の準備や進行も担当。企画段階から俳優が関わってやっていく時代、セリフを言うだけじゃなく、企画から考える女優になろうと、映画作品に対して意欲的に取り組んでいることが感じられるコメントを述べている。主浜という名字は本名。 全国でもあまりいない名字のためあまり読んでもらえず現場でちょっとそこの彼女みたいに名前で呼ばれなくなってしまうことを嫌いひらがな表記に芸名を変更した映画カメラを止めるな中弟子はマエンズル日暮ラシ・ハが発するポンというセリフは舞台挨拶で子はマが一本締めならぬ一本締めを披露したり公開拡大時のジャックや イベントタイトルなどでパンデミックにちなんでポンデミックと表現されたりするなど、同作中最も特徴的なワードとして扱われている。特徴的な役を演じたことでしは、マジしもポンの人として親しまれるようになり、知名度の向上から CM のオーディションの合格率が高くなったといい、前述の第28回東京スポーツ映画大賞新人賞受賞も、 このセリフがビートたけしに評価されたことによるものである。ダイエットに取り組んでもすぐにまた太ってしまったり、トレーニングが継続できなかったりすることが多く、体重の増減を繰り返している。イーピン企画所属時のプロフィールでは、2013年末時点で体重6 0ラムウエスト7 5トルだったが、2015年5月時点で、 ウエストが8 7トルにまで増え、2016年9月時点で体重6 4ラムウエスト8 0トルだった。ただし、これらは事務所プロフィール上の数字であり、実際には2013年の時が一番太っており、体重は72から7 3ラムあったと後年語っている。2018年8月には以前より痩せた姿に、 潜在写真が更新され、体重5 8ラムウエスト7 9トルになっていたが、エーベックスマネジメント遺跡後の翌2019年の年始には正月太りしてしまったことをブログで明かしている。マネージャーに痩せたいと相談し、当初は地道にブログにダイエット記録をつけていこうとしていたが、そのうち何か仕事と連動できないかという話が持ち上がり、 2019年11月より、ライズアップのプログラムを実施することとなった。2019年10月時点では、体重 64.0kg、ウエスト 87.5cm だったが、約4ヶ月で体重 49.3kg、ウエスト 75.0cm と、体重 -14.7kg、体脂肪率 -13.0% のダイエットに成功。 痩せたことによる美貌もフィーチャーされ、同グループの2020年6月からの新 CM に起用された。ライズアップに取り組んでいたことが明かされる1、2ヶ月前に、ウェブ映画、カメラを止めるな、リモート大作戦に出演。その際、シュハマの要望が前作から変化していたため、ファンからは綺麗になりすぎて誰かわからなかったなどという反響があり、 同映画の座談会動画では役に合わせて美しさを隠すのをやめられたんですかという質問が読まれた。CM 公開後は衝撃的なんだけど変わり方すごい。綺麗。などとさらなる反響があり、日本テレビプロデューサーの栗原仁も同一人物だと思えないくらい綺麗になってたとツイートしている。後日、朱浜は ズーム配信イベントで私のことをいつ知りましたかと質問し、その時にライズアップの CM でという回答が多かったことで CM という媒体の凄さを改めて実感したという E ピン企画ミステリーイベントウェブ広告。ありがとうございます。